エドワード・カーペンティアは、フランス出身のプロレスラー。カナダのモントリオールに移住後、北米の主要テリトリーで活動した。もともとは体操競技の選手として鳴らし、プロレス転校後は、その下地を生かしたアクロバティックなレスリングで活躍。ミルマス・カラスラが登場する以前の空中ファイターの草分けであり、北米では、ザ・フライング・フレンチメン、日本では、マットの魔術師の異名で呼ばれた。 ロシア人の父親とポーランド人の母親のもと、フランスのローヌ・アルプ地域圏で生誕。第二次世界大戦中は、ポーランドを侵略したアドルフ・ヒトラー支配下のナチスドイツに対するレジスタンス運動にも関わっていた。戦後、オリンピック体操競技の代表選手として、1948年のロンドンオリンピックと1952年のヘルシンキオリンピックに参加。競技では、 釣りわとトランポリンで才能を発揮したという、グレコローマンスタイルのレスリングも学び、1953年にプロレス入り、フランスや西ドイツで活動後、1956年にカナダのモントリオールに進出。以後、カナダ及びアメリカでの活動を開始して、体操競技のキャリアを活かしたアクロバティックな空中殺法で人気を博す。 1957年6月14日、イリノイ州シカゴにおいて、ルーテイズから NWA 世界ヘビー級王座を奪取。一時は新王者の認定を受けたが、フォールによる決着ではなかったため、最終的にはタイトルの移動は認められず、王座大会は NWA の公式記録には残されなかった。しかし、その後も各地区のプロモーターは、カーペンティアを、 世界ヘビー級王者として招兵し、世界王座の防衛戦を独自に決行。翌1958年5月3日には、マサチューセッツ州ボストンにて、キラー・コワルスキーが、8月9日には、ネブラスカ州オマハニテ・バーン・ガニアが、カーペンティアを破り、それぞれの地区における世界ヘビー級王者となっている。結果として、カーペンティアの NWA 王座剥奪騒,騒動は、 世界王座の乱立につながり、後のアや WWWF など NWA 以外の世界王座を独自に認定する団体誕生の永遠ともなった。以降も各地で活躍を続け、WWWF の前身団体であるキャピトルレスリングコーポレーションではジェリー・グラハムやスカル・マーフィーと構想。1962年4月から12月にかけては、 当時アメリカ武者修行に出ていた、昌平ババことジャイアントババとも再三対戦。ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでも、両者のシングルマッチが組まれた。同じく空中戦を得意とした、アントニオ・ロッカとのコンビでも活躍。WWF 発足後の1963年には、バディ・ロジャースが保持していた世界ヘビー級王座にも何度、なく挑戦している。 ロサンゼルスでは1959年に新団体がは、の、初代ヘビー級王者に認定され、団体名がフォアと解消後の1963年12月16日には、全王者ベアキャットライトの試合ボイコットによる、不戦勝で、フォア世界ヘビー級王座を獲得。以後、フレッド・ブラッシーとタイトルを争い、ザ・マミーや、ディック・ザ・ブルーザーとも対戦した。 1964年2月1日には、アーニー・ラットとのコンビで、ホア世界タック王座の初代チャンピオンになり、同年12月9日にもカウボーイ・ボブ・エリスと組んで、ザ・デストロヤーハードボイルド・ハガキから、同王座を奪取している。1966年は、フルスのモントリオールにて、フラッグシップタイトルのインターナショナルヘビー級王座を、めぐりハンス・シュメットと交想を展開。 1967年11月6日には、ザシークを破り、同王座への5回目の退官を果たした。1968年は、WWF w、F、に再登場して、ブルーノ・サン・マルチノともタッグを組んでいる。1969年からは、あに、本格参戦し、ドクター・ X、ブラック・ジャック・ランザ、ラリー・ヘニング、ラーズ・アンダーソンらと対戦。旧敵、 バーアンガニアのアワー世界ヘビー級王座にも再三挑戦し、ウィルバー、スナイダーやクラッシャー、リソワスキーと組んで、マットドッグバションブッチャーバションのアワー世界タッグ王座にも挑んだ。1970年、アワとの提携ルートで国際プロレスに初来日。7月8日の横浜での開幕戦では、スイスのジャック・デラ・サルテスと対戦し、8月3日には森岡にて、 サンダー杉山が保持していた、いわ世界ヘビー級王座に挑戦した。すでに前世紀は過ぎていたが、長く来日が待たれていた、まだ見ぬ競合として、注目を集め、後にタイガーマスクにも継承されるサマーソルトキックも、披露した。国際プロレスには1973年にも、再来日し、4月27日に、 宮城県スポーツセンターにて新王者ストロング小林の、いわ世界ヘビー級王座に挑戦している。1970年代に入り試合数は減ったものの、モントリオールのグランプリレスリングでは1971年11月に、GPW ヘビー級王座の初代チャンピオンに、認定され、以降1973年にかけて、マッドドッグ、バショニア、キラーコワルスキーを下して、 王座を通算4回獲得1973年7月14日には、ブルーノ・サン・マルチの特務、ジェリー・ブラウンバディ・ロバーツのハリウッド・ブロンズから、GPW ・タッグ王座を奪取した。アメリカでは1974年12月25日、カリフォルニア州サンディエゴで、ジョン・トロスを破り NWA ・アメリカス、ヘビー級王座を獲得。 1975年4月4日には、ミズーリ州セントルイスのキールオーディトリアムにて、ジャック・ブリスコの NWA 世界ヘビー級王座に、挑戦した。カナダのトロントでは、1977年11月20日と12月11日に、ニック・ボック・ウィンクルのアワ世界ヘビー級王座に、1978年2月19日には、スーパースター・ビリー・グラハムの、 wwwf ヘビー級王座に挑戦している。その後はモントリオールにてジノブリットラが運営していたインターナショナルレスリングに単発的に出場。1980年にはジャバルークからインターナショナルヘビー級王座をダッシュ。これが最後のタイトル大会となった。1981年の引退後は wwf でフランス語のカラーコメンテーターを担当。 1987年11月16日には、ニュージャージー州イーストラザフォードでのハウスショーで行われたオールドタイマーズバトルロイヤルに出場した。2010年10月30日、モントリオールの自宅にて、心不全のため84歳で死去。ありがとうございます。